こんにちは。天草市立本土北小学校に勤務しております六尾由美子と申します。今年で教職12年目になりました。本校は5年目で、現在は2年生30人の担任、公務文書は環境教育を担当しています。ここからは教員の仕事についてスライドで紹介します。せーの。私が教員を目指すようになったのは、小学校3年生の時に担任していただいた恩師との出会いです。とても厳しかったですが、優しく。私が悩んでいる時は一緒に考え、いつも全力で向き合ってくださった先生でした。恩師の先生のように、私も子供と一生懸命向き合い、支えられる人になりたいと思い、教員を目指すようになりました。それでは、なぜ熊本だったかというと、恩師をはじめ、自分を成長させてくれた人や、ふるさとに恩返しがしたかったからです。地元に帰りたいと思わせてくれる、体験、場所、人がたくさんある熊本です。離れることで熊本の良さを再発見することができましたし、私が経験したこと一つ一つがとても貴重なことだったと改めて感じることもできました。教員としての一番の魅力は、子供の成長を一番近くで感じられることです。できるようになって嬉しそうな顔、思うようにいかないことがあって悔しそうな顔、夢中になって頑張る一生懸命な顔、いろいろな顔を見せてくれる子供たち、子供たちの笑顔がパワーになります。教員の仕事で一番多くの時間を占める授業。準備をしていても思うようにいかないことがあります。多分思うようにいかないことの方が多いかもしれません。それでも子供たちの分かった、できたという様子を見られることがとっても嬉しいです。子供一人一人感じ方や考え方は違いますし、同じ教材でも授業スタイルは一つではありません。だからこそ、どうしたらできるようになるのか、どうしたらもっと分かりやすくなるのかなど、試行錯誤しながら挑戦し続けることも魅力の一つだと思います。私が教員として心がけていることが二つあります。まず、子供の目線になるということです。今、興味があることは何か、困っていることは何か、どのような考えを持っているのかなど、子供だったらと考えるようにしています。そのヒントは毎日の関わりの中にあるので、授業時間だけでなく、休み時間や昼休みなど、子供たち一人一人に声をかけ、話すようにしています。次に、自分自身が楽しむということです。教職年数は関係なく、子供たちは目の前にいる私たちを、先生としてしっかり見ています。私たちの姿から敏感に察知するので、本音で向き合うためにも、自分自身が何でも楽しみながら取り組むようにしています。教員は教える立場ですが、教わる立場でもあります。私たちも共に学び、成長できる。積み重ねてきた自分の経験は、すべて教育に生きてきます。これからもさらに世界が広がっていく仕事だと思います。教員の一日の流れを紹介します。一日の流れは他の学校と大きく変わらないと思います。本校での特色ある取り組みとしては、一つ目にマイタウンティーチャーの協力があります。地域の方にクラブ活動や授業など、たくさん関わっていただいています。体験は大きな財産となるので、子どもたちだけでなく、私たち教員も楽しみにしています。二つ目に、働き方改革です。タイムカードを押すときに、今日の予定の退勤時刻にネームプレートを貼り、退勤時刻の意識化を図ります。定時退勤日の設定。その日は全学年5時間授業にし、
会議も入れず、事務整理等の時間を確保することで、5時までには退勤をします。公務支援ソフトの導入、事務作業も ICT 活用で効率よく進められるようになってきています。私が学生時代に経験しておいてよかったと思うことは、様々な人や物とたくさん関わったことです。様々な人や物とたくさん関わったことで、自分の視野が広がっただけでなく、心で感じることもできるようになり、その体験の一つ一つが私の教職生活に生きています。苦しいこと、失敗することもあるかもしれませんが、すべてが財産になる時が来ます。同じように悩む子どもたちに寄り添うことができるはずです。今しかできないこと、そして周りにいる仲間を大切に、一日一日を過ごしてください。皆さんと仕事を一緒にできる日を楽しみにしています。待ってまーす。